ということで、コーンシェルジュさんのコーナー後半ですね。後半といえば、ポヨヨでございます。はい、あやね、一番でですね、はい、よろしくお願いいたします。今日なんかラブだね。かわいい、そういう格好もするんだ。なんかそんなシャラシャラしてるね。そんなあやねでございます。はい、お願いします。はい、私は男性専門、外見を磨いて興味関心を持ってもらえる外見コミュニケーションコンサルタント、株式会社インディネスの阿部彩子と申します。よろしくお願いします。そうか、それがあったんだ。そうだ、最初言わなくてね。あ、そうだそうだ、はい、はい、今日また綺麗なのがいっぱい。今日もですね、色のことについて話したいと思います、うん、はい、今日はね、色の、パワーと色の効果についてお話したいんですけども、うん、前回もお話したように、色って最初に出会った時に、うん、最初に目に行くよっていう話をしたと思うんですけど、そうね、そうね、印象を受けやすいよね。そうですね、うん、まあ、色は自分を演出するのにもなので、まあ、優れてますよね、うん、色は最初にやっぱり目に行くんです。手っ取り早いよね、イメージを変えたりするのもね。そうですね、まあ、正直印象には本当に欠かせないものですね、色は。なので、まあ、でもその反面で、ね、逆に自分 その心理状態だったりとかがあんまりこう、まあ、安定してなかったりとか、ちょっと平和的な時って、人ってこう黒だったりとか出るの？そうです、黒とかグレーとか色のないものを選びがちなんですよ。それ心の問題なんだ。うん、結構私真っ黒い時あったよ。でも私もありました。本当？黒が好きなんだと思ってた。私も思ったです。そう。でも違うんです、やっぱ色はすごい効果、着る人にもそうだし、見る側にも効果が与えてしまうので、今日もなので、こう自分が、まあ、似合う似合わないの前に、その色の、まあ、パワーっていうのが自分にもものすごい影響しているということを知ってますね。そうか、そこ分かると自分をコントロールできるね、色でね。あ、なるほどね。うん、よくあの昔にあのアメリカの大統領で、うん、大統領選でその赤いネクタイをして、された時に当選をしたという聞いたことないですか？あ、知らない。あ、オバマさんってでも知ってること多いかな。オバマさんじゃないです。じゃないの？外したわ。今日は落ちる日だからね。そうです、お用意しまいました。でもそういうのがあるんだね。例えばアルファですと自分の、血圧を上げたりとか脈を上げる人にもすごく赤色って影響力が強い。色の波長が強いじゃないですけど、まあ、こう原色をイメージしますね。うん、そのままから、うん、それを目視覚から入るので、うん、それが全部その最初に色が目に来ますよっていうところに、男性ですとネクタイってすごくメッセージ性が高いんですよ。そうだよね、体の真ん中にあって、また顔の近くにもあるしね。たくさんいろいろ効果があるんですけど、まあ、はい、今日はね、あの、そんなに色の強くないものがね、できますけど、まあ、これはこういうふうな、まあ、赤に近い、これバレンシオレンジみたいな色ですけど、そう、うん、真っ赤ではないんだ。でもこれはそうですね、オレンジです。オレンジ、まあ、赤に近い、まあ、オレンジですけど、ユーストリームね、見てくださってる方は多分わかると思うんですけど、例えばこう緑だったりすると、まあ、自然の色、あの、新緑だったり癒しっていうイメージがあるので、自分が、まあ、そんなふうな気持ちの時に、まあ、こういったグリーンが着たいなとか。グリーンも多いんだよね。そうです、大好き。あとはピンクですね。このピンクですと、特に男性ですとピンクのシャツ着てるとこうちょっと女性に好かれたりとか、そういうものも効果もあるので、ブルーだとなんか誠実だとか爽やかな印象にしたいとか、黄色ですとちょっとこう、まあ、幼い子供になったりとか、子供からとか多いですよね。だから信号機もあるじゃん。ああ、そうだね。いろいろ意味があるんですよね。だから色ってそれを記憶すれば、うん、そのように自分も、まあ、信号機じゃないですけど、うんうん、自分の心の状態とかにも現れやすい。でもそもそもさ、あの、やっぱり男の人って単一、なんか単調になりがちじゃない、うん、色とかデザインとかって。そ そういうところに来て、ああやって、ね、赤とかブルーとか色が入るっていうのは、それだけでもかなり違うよ ね、印象が。そう、そのビジネスによって、うん、その色であったりとか、あ、開封もいいです。そうだ、TPA 企業に合わせてね。でもその基本となったのが前回話したようにトーン、うん、っていうものを自分の色のトーンは知っていないと、うん、いろんな黄色もあるし、いろんな赤もあるんで、何でもいいってわけじゃないんだよね。そうですよ、かしこまり。勉強になる毎回。本当ですか？はい、その割になんか私もいまいちだけどね、頑張るよ。いいですよ、いや、怒られてばっかりだからちょっと
頑張ります。はい、はい、あやちゃんのアドバイスをぜひぜひしっかり活かしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。